こんばんは。あ、目が綺麗。嬉しい。嬉しい。東京にいます。前乗りしました。無音で、ありがとう。ありがとう。明日は僕の太陽公演です。楽しみ。お、くるくるタオル振ってくれるの？嬉しい。待ってる。先日は半田でめちゃ目が合った気もしました。ありがとうございました。こちらこそありがとう。ちょっとお腹空いたんです。ちょっと4時間はやっぱ長かったんですね。今日は寝れなくて新幹線。あ、明日行きます。待ってるよ。セットティース届いた。あ、アイメイク違う？アイシャドウの色を薄くした。移動中はヨーグルトだけ食べた。とリンゴ。こんばんは。こんばんは。ちゅうちゃん、やったね。ハイツ伸ばした。セイタンティどこにいるんだ。セイタンティ今日美女いいかも。明日にしてくれよとか思うけどね。明日にしてくれよ、美女いいのは。まあ今日あんまり食べなければむくまない話なので、おたんぽい。やったね。生誕ってうちにやるとき届くようになったから、オンライン後になっちゃう。毎日いい。あれ ?NMB のコンサートガールにくるくる見てしまった。それはそのくるくるを見かけたってこと。くるくる変な顔してなかった。大丈夫。くるくる変な顔してなかった。それはそれに関してはブサイクじゃなかった。こんなんじゃなかった。あ、今日も優しい。明日は今日より美女いい。やったね。明日の雨が降るみたいな。明日髪型迷っとんよね。いつも話しちゃうけど、いい女風。今日届いた箱忘れなんて。お、 T シャツ一緒に着ましょう。最近のくるくるのインスタ X なかなか楽しませてもらってます。お、よかった。インスタと X 頑張っている。頑張って更新している。明日は緑と黄色、間違えた、緑と紫フリフリします。ありがとう。楽しみ。見つけちゃうやで。カシャリと。日増しに可愛くなっていく。マジ。あとで今日リールもよきやったね。クセしたの今日見て。このパーカー新しく買ったんだ。まああんま見えんけど、しかもめっちゃ黒だし。クセしたも可愛かった。やったね。クセしたちょっと見てなんかダサいかなとか思って見て。これほらちょっとさ、夜の闇に消えていく。
たいなっていうのはまあ嘘なんですけど、明日は B 列にいる。お、え、すごい、楽しみ。昼夜待っとるね、待っとる、ま、トルガイアルスラン、よいしょ。カジュクルもいい。クルクも最近ちょっとハマっとんよね、カジュアル。え、クルクはもう当たり前にもうこれ長袖なんですよ。確かにビギナーみたい。確かにパーカーフードかってなんかかわいい、かわいい。暑い、ちょっと暑いよね、長袖。最近の空気の乾燥、白？白い？嬉しい、ちょっとさ、頑張っとんよ、日焼け対策。日焼け対策頑張っとるけどさ、嬉しい。嬉しい。明日、さ、俺は、僕隊中ですね。10月8日の僕隊チケット。お！嬉しいだけ。明日、奥さんの舞台見てからくるくる髪。お！嬉しいだけ。奥さんの舞台もあるのか。くるくるシックな色の方が服は。でも、くるくるは、お話し会とか、では、色を着るようにしてて、プライベートでは、シックルクル。でも、サーヤンさんと遊ぶとか、なんでサーヤンさんあげたんかみたいになるけど、サーヤンさんと遊ぶ時とかはインスタ用の写真を撮ったりするので、こういうなんか可愛いふわふわ系の服を着るとか、マジのプライベートもただ映画見に行くだけとか、今日みたいに移動だけみたいな時もしっくるくるで、お話し会の時とかは毎回ちょっと雰囲気を変えようかなって思っている。いらっしゃい、やったー。明日の昼は私立センター、よろしく。夜は遥か雲の上、吹ける。全然近いよ、絶対。ちょっとスタンディング楽しみ。あ、今日は無料チケットでレジに入ってました。無料チケット。女子はスタグル空いてるからご飯食べに行ってる。あ、そういうことか。空いてる、空いてるか、空いてるじゃなくて。ゆくゆくレジーナさん、これさん付けもついてる。レジーナの CM 見に行きたいんですよ。レジーナさん、紫似合う、やっぱね。東京公演楽しむ。なぜか僕の対応、東京の僕対応当たらない。あれか、着席かな、着席が当たらないのかな。スタンディングはガーリー、そう TPO、 そう。誕生日プレゼント参考、ありがとう、嬉しい。いろいろともスタンディングだけでよろしく。あ、よろしく。どこにいても楽しめるよ。あ、10月19日の福山美術館待っとるよ。君は僕と会わない方が。ポテチ食べたい、食べた。よかったのかななんて思う。夕暮れの街。明日オンラインないんですよ。人混みに紛れ。アムレの洋服、サーヤンさんが店長するとこですね。この曲見て、え、いいよね。君は僕と会ってしまって、回り道したかもしれない。僕よりもっと大人の誰かと恋をしてたら。目が好き。今頃生誕って言ってなかったんで、くる
黒でいきます。お、黒でも嬉しい、黒でも見つけちゃう。明日の夜は最善紙紙でクリスマスチーズペレント振りまくる。あ、嬉しい。え、ナイクル、あ、今日ナイクル、今日ナイクルなの。レジの試合、あ、見た。竹内先輩いいよね。ラビュー竹内先輩。サヤさんに服の子を相談したりしている。あ、綺麗になった、嬉しい。で、そう見えた、くるくる生命線短いんですよ。メスが描いた、お、嬉しいですね。ナイクルナイサー、ナンクルナイサー。ラジオくるくもありがとう。楽しみですね、明日は。ちょっとまだちょっと緊張するんですけど。ビンゴビンゴ、あなたにめくり合えた。明日行きます。かなり後ろだっけと思うけど、これです。嬉しい、待っているよ。あ、お腹すいた。新幹線移動のルーティーン、新幹線はね、くるくるあんまないね。でも今日はあんまり寝んかった。今日1時間くらいしか寝んくて、 SNS 更新してデスノートを見てました。デスノート、くるくるのディフェンスのファン。傷つくの過去は肩から先に誰かを、いいよね。傷つけた、うん、ディフェンス、あ、知らないくせにが好き。あ、そこ頑張ったよ。なんか難しくない？あそこ、あそ、あのさ、私のこと何も知らないくせに、とか、出しにくい、どうやって出すみたいな感じの歌なんじゃけど。あ、それだって無事到着。次回公園で来てくけ。嬉しいちゃけ。嬉しいけ。で、前髪ちょっとそう、フィットしていきたい。祈るように腕に抱かれてた私なんて、放っておいてキスをすり抜けた、諦めてその女じゃないの。髪だ、もうしとらん、もうしとらんよ。今日インサライト2を見てきました。あと午前中、それ今日はめっちゃ時間を有意義に使うことができたなっていうふうに思いました。知らないという言葉の意味間違えていた。いつも買いの前提として、今日めっちゃ買い、やったね。これ明日も、明日お願いします。明日もこのクルク、今日のクルクルでお願いします。それでは15分経ったのでスクショタイム、あ、一瞬スクショタイム、
ウリトマトってなんだし。それではアフーのくるくる。マゾメイクで役がもいい。やったね。やったね。多分またあとこれまた後で配信できると思うんですけど、ちょっと一旦しておきました。それでは何時から配信できるかちょっとわかんない。壇上を読みたいと思います。13位、クロリンパ。あ、ちょっと待って。一回告知タイムさせて。告知タイムは明日 は僕の太陽公演があります。ぜひ待ってます。スタンディングも。今着席は完売でスタンディングはねまだ余ってるんですけど、ぜひ楽しめるのでスタンディングも待ってます。配信はナッシングです。そしてお話し会再販中です。オンラインお話し会コスプレします。ハロウィンのハロウィンのね、ハロウィンじゃなくてハロウィン待ってます。それでは誕生13位ダンスありがとう。12位ヤッシーありがとう。11位福ちゃんありがとう。10位ケイタありがとう。9位黒田花子ありがとう。8位ルアンありがとう。7位窓際ラバーありがとう。6位奈良西ありがとう。5位土駒ありがとう。4位ウォッカありがとう。3位福山のタコありがとう。2位アッキーありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパーン、トマトポありがとう。トマトポありがとう。明日も待ってるね。皆さんありがとうございます。また後で多分できるので会いましょう。おやすみミートボール過去一応おやすみミートボール未来で待ってる。浜野響に写真を撮ってもらったので、またインスタの投稿の素材ができました。あと動画も撮ってくれたので、浜田響がディールも第2弾来ちゃうかも。明日よろしく。ただいま。タイプ？嬉しい。あと浜田響はちょ、お姉さんって来た人をあ、大丈夫ですって成敗してくれました。かっこいい、かっこいい浜田響、あ、大丈夫ですって言って成敗してくれました。一瞬で。って言った。ひーちゃんありがとう。あ、届いたから洗濯中。お、早いね。いいね。嬉しい。ナイキー。こんばんは。2回目の配信です。食べ過ぎた。
君のことが好きだから、僕はいつもここにいるよ。ひとこみに紛れて眠たそう。弱眠たいね。明日の衛生準備、あ、準備最高、待っとるよ。ハンバーグ食べた。なんか今からはいかに明日むくまないかをこう頑張る。すべての方法、配達の営業所に直接生誕チーズを受け取る。あ、いいね、ありがとう。ギフタンメンチュリー、何それ、蒙古タンメン、ギフタンメン、ギフイフ、ギスギス。配信通知来ると嬉しいけど、今日は2回待って、ラッキーラッキー。うん、早寝しようか。でも明日電話、ちょっとマネージャーさんに電話お願いせんといけ。くるくる最近一人部屋で、そのホテル東京に限らず、まあ一人部屋で、で次の日集合とかある時は絶対この時間に起きてなかったら連絡くださいっていうのを送って寝ます。それがもう集合時間とかじゃなくて、集合時間の30分前、1時間前ぐらいに言っといて、この時間に私は起きるつもりなので、私から連絡が来なかったら起きてないってことなので、電話してくださいって言って電話をしてもらいます。でも電話かかってくることはない、自分で起きてるから。起きてますって LINE する、起きたら。明日の昼公演と夜公演は何するか、確かに確かに。渦巻き女が最近いつも私がいない公演でいじってくるって後に言って、渦巻き女だと渦巻き女だと。いいよ、明日は一回も名前をあげないであげるわ逆に寂しいんじゃない。あと20分ほど誕生日、お、おめでとう。くるくると近いね、おめでとう。生誕ディトロイトだけど明日の公演で切れるお話し会できた方が、え、どっちも嬉しい、どっちも嬉しい、どっちも嬉しい。生で見るのも確かに、すぐ、あ、もう生誕がいつになるか分かんないからあれなんだけど、すぐに見れるのがキンキン出したかも。めっちゃ声がする。めっちゃ聞こえる声が。ホテルの時は床で寝んけど椅子に座って寝る。椅子に座って布団にこう倒れ込む感じで寝る。保険かけとく。果てる研究、あ、やったね。で、渦巻き女やばいよね。渦巻き女、今日誕生日なので、ラストアラサオツと言ってくださいいいな、ラストアラサオツ。これはこれ言わされてるだけだからね、これ私は言ってないからね。渦巻き女、昔のカメライダーの時、確かになんか嫌だ、渦巻き女、渦巻き女。お、明日来てごらん、嬉しい。 L? デスノートの椅子に座るのは起きるための睡眠。いやもうそうよ、こういう集合自分で起きないといけない日は起きるための睡眠をとります。宿の部屋着、え、いつもブカブカ、まつげも綺麗に上がっている。今日の髪チェイやったー。じゃあ明日もこれでお願いします、神様。
ぐるぐる女、明日昼公演、あ待っておる、ぐるぐる、うずじょ、うずじょやばい、前髪切ったよ。でも前髪もマネージャーさんにパッツンと分けるのどっちがいいと思いますかって言ったら、分ける方って言われたので、まあ、パッツンになることはないと思う、今の期間だけ。だから明日もこうやってフィって多分分ける気がする。まつげ濃くて諦めて、え、そうなんよ、くるくるさ、こうまつげの密度があるおかげでアイラインしてないのにここが黒く線引いたみたいになってんの、すごくない？でも私のまつげって一列に入ってるんじゃなくて、なんか何重にも重なっててちょっとやだ。こっちもここら辺は引いてるけどここは引いてない。グルグじゃ寝るね、早っ、もう寝るの？あ、今日2回目だよ、2回目の配信。あ、パツかわいい、嬉しい。髪切った浜田響き感想、いいじゃないですかみたいな。朝の風調べたら後ろもいいね、いいね。多分幼く見るのパッツンだから、アイドル仕事じゃない撮影が仕事がいたら今みたいな、ああの グラビア系ね、パジャマ系とかのやつね。確かに。あ、生誕デーが朝届くと通知、あいいね、いいね。そう、アイラインイラスト、あ、綺麗な顔してる、やったー、嬉しい。あ、初めて来たよ、明日行くね。お、いいですね、楽しみですね。東京のファンの方なのかな、 AKB さんのファンの方とかかな。ありがとうございます。確かに壁ドンアングル、おい、セタンティーもラッフルの毛元でハッピー、ハッピー。髪入れてしまってくるくる、わかんないな、僕体か。ちょっと待って、もう一回待ってね。お昼ご飯は間違えた、夜ご飯はハンバーグ食べた、ハンバーグ、ガスト、ガスト行った、東京まで来てガストで、ちょっと待って、答えは、リオツンが一回パスタ頼んで、で、私とユーナンが、ユーナン？私とユーナンがハンバーグにするって言ったら、私はやっぱハンバーグがいいって言って、店員さんにパスタキャンセルでって言ったのに、パスタそのまま届いて、パスタとハンバーグどっちも食べる羽目になってた。すごい、なんかもう、店員さんはさ、何をしたんかなって話。店員さんはさ、パスタキャンセルでって言われて、はいって言って忘れたのかな。え？ってなったもん、みんな、これはって生誕に連れて一線を越えちまった、え？推しに確定みたいな、そう、めっちゃ食べる人みたいになってとなってたの。パスタの料金取られた、取られた、普通に。だからみんなで協力プレイで食べた、パスタに関してはなんで来たみたいな。ちょっと待って、報告隊、そう、なんか下げてもらうなんか申し訳なくて、そう、トゥルルトゥ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 ルが髪、髪ででしょ、髪手でしょ、下手は真ん中でしょ。作り終えるくらいにキャンセルしたわけではない、ない、もう頼んで3分ぐらいでキャンセルって言った、キャンセルって言って、はい大丈夫ですっ
って言われたのに来た。でユニットは正直どこも行くな。神もしももある。でどこにでも僕は君を見つけるから、おともどこにでも私は君を見つけるから、アイドル棒そのまま返せよ。アイドル棒でくるくるもどこにでも見つけます。スタンディングでこっそり、あ、ありがとう、こっそりじゃなくてもいいんだけどね。で、あ、後半は電票キャッチされてなかった。アイドル棒やばアイドル棒やばい。あれ後半は、あ、竹内先輩ちょ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 神、あ、これ今全部さちょっと暗記してないけど大丈夫、暗記してないけど、神、しもデジャブ、しも神、しもしも夕日、しも違う、セクシーなやつ、セクシーなやつはどっちもパスタ持ってきた人は、あの猫のなんか機械みたいな機械あ、そう、私神様あ、レイダウンちょっと、あのタイトルがもうちょっともうくるくる今頭回ってない、レイダウンでアンコール、あ、もうレイダウンからアンコール、なんかここが死も僕対神、どっちも行くかな。でも神の方が多い気がする。神、しもしもしも両方しも神、コマンド、コマンド、彼女がすごく可愛い、好きになってもいいんですよ。そう、神様だからね。あ、教室から、猫配膳ロボ結構後輩のチェーンで採用されてる。え、そうなんだ。なんかそう、猫配膳ロボット譲り合いしてた。でも効率がいいのはどっちなんだろうね。猫ちゃんロボットなのか人間なのか。最初神、死も中間、ユニット明け神、中下アンコラ系下神。あ、じゃあ結構どっちも言ってる感じか。どっちも言ってる。歌いながらポジションを出すよ、予習タイム。いいよね。ディフェンスに集中し、全集中、お、そこにかけていく。中央も嬉しいよ。自らとお前さん猫型ロボット。そんなんいるの。そんな。自動で通路丸ゴミ箱？かわいそう、なんか。猫ロボットは欠勤もしないし、文句も言わないし、かわいいし、決定が。確かに。
言われたら確かに。でもどうする？意思を持ち始めたら、うーっと言って、黙って言うこと聞いてれば何でもやると思うのよとか言ったらどうする？普通に怖くない？僕は世界を滅亡させに来たんだ。ニコニコ配膳してると思ったら大間違いだぞとか言って、寝転ぼに苦戦してる老夫婦見た店員が猫の前から取って配膳して猫来たけど猫の子人間がね手伝っていく。意思を持ち始めて勝手にパスタ、やばいパスタです、パスタです、パスタ5個ぐらいとか、怖いよ、怖すぎる、怖すぎるよね。映画の石、それはそう、それはそう。猫型ロボットが進化したドラえもん、ドラえもんみたいにさ何でもしてくれるのかな。我が輩はロボである。敬語でお礼を毎回言います。ありがとうございます、ありがとうございます。でもあの配膳ロボットの音聞いてたらもうくるくるもう、はぁ、あ、ってなってる、もう食事が近づいてきた。黙ってパスタ食べろ、人間ども、人間どもは黙ってパスタを食べていればいいんだ。僕に指図しようなんて100億年早いと、ね、演技リアル見すぎて、そういう系見すぎて。神戸を食べ、邪悪な、邪悪だよ、もう普通に意思を持った瞬間から邪悪だとくるくるはもうドラマの世界に入り込んでるから。逆に何でもしますとか言って、本当に恋とかあるんだよ、恋、恋する、 AI に恋する事件。僕はあなたと一緒に仕事をしていくうちに好きになってしまいました。僕の寿命は永遠です、あなたも永遠に生きられるようにしてあげますって言われるかも。あ、大丈夫です、あ、大丈夫ですって、すいませんごめんなさいって言ったら、振ったら、僕を振るなんて100億年早い、私は世界を滅亡させに来た。これ全部全部ここに行き着く。でそこでもし付き合ったら、僕と付き合おうなんて100億年早い、これから僕と一緒に世界を滅亡する旅に出ようとか、どういいんじゃない、どこのまで、うまい自信ある、配膳ロボ通して恋、やばいやばい。 VTuber さんのファンも最後は声優さん、あ、やっぱそうだよね、声が好きだもんね、多分声が好きで、ターミネーター見たことないよ、でもなんとなくは知ってる、ロボットが反乱怖いよね、絶対あるくない、何年後かに人格をコピーされて代わりのロボ使えて本体ぽい、僕、あなたの人格をコピーさせてもらいました、あなたはもういらない、僕がこれからは生きていくんだ、ポイッと、ありえそう。アンドロイド役でロボットと恋するクルクルの映画だとクル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 、ロボットを好きなんだけど、配膳ロボットが好き、もうクルクルも、あなた配膳しかやってないでしょ今までって、今まで何してきたの、あなたは配膳だけでしょ言っちゃうかも、配膳しかしないのに世界滅亡なんて言わないで、そしたらどんな口、なんて口を聞くんだって言われる。
ターミネーター2は我が一番好きな洋画モデル。え、やっぱ面白い？ターミネーター一人だけ見てみたい。配膳だけだなって、配膳しかしてなくないって言って、で配膳してるって言っても人間があなたたちの上に置いてそっから持っていくだけなので、それはあのこう夫婦で言ったらゴミを部屋から外に持っていく行動しかしない人のことを言うね。なんか言うやん、なんかさ夫婦喧嘩とかでさ、ゴミ捨てに行ってるよみたいな、いやあなたがやってるのは部屋からゴミ袋を持っていくだけの作業だけど、本当のゴミ箱を捨てる、ゴミ家のゴミを捨てるは家中のゴミ箱をちゃんと袋に一つにまとめて結んで、そこでやっと持っていく作業ができるから、そこまでやって一人前、持っていくだけじゃダメだみたいなのと一緒で、あなたは食事を運んでいるだけで、それ以下でもそれ以上でもないみたいなみたいな、こうあのヒューマンドラマになっていくよね。ホラーかと思いきやヒューマン、そして配膳ロボットは学ぶ、なるほどって。よくしてるな。やっぱある。あ、チャッピーって映画、そのあるの、そういう映画本当に。そう、分別が一番大変みたいに言うよね。深い展開急にロボット素直にもう私が作りたいように話作ってるからさ、素直になってほしいところで素直になるよねおもろい。え、さえさんもターミネーター好きなの？気になるな。たくさん映画見てるだけあって構成、え、うまいじゃろ。え、くるくちょっといけるかも、作れる。あ、57分やばい、変な話して終わっちゃったんだけど、2回ないし。配膳ロボットについて喋っとわ。じゃあまあもう一回超一瞬スクショタイム。スクショタイム終了です。明日僕の太陽公演よろしくお願いします。2回目の配信も見てくださってありがとうございました。明日くるくるがちゃんと朝起きれるように祈っといてね。それでは13位ウォッカンありがとう、12位ハマーありがとう、あ、変わっちゃった。13位ハマーありがとう、12位ヤマタカありがとう、11位オロチありがとう、9位間違えた、11位の次は10位トマトポありがとう、9位福ちゃんありがとう、8位キュエルありがとう、7位ルカありがとう、6位オーツアットンありがとう、5位ケイちゃんありがとう、4位新潟のレオナありがとう、3位ヨハありがとう、2位ヤシエゾンビありがとう、そして1位はドゥルル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 パーンピョンピョンありがとう、ピョンピョンありがとう。私明日朝配信じゃん起きれなかったら起きれなかったらごめんなさいなんですけど、朝配信します、する予定です、頑張ります、起きます。それではおやすみー。